お疲れ様です。まあ突然というか急なんだけど、ついさっき今さっき、正式にクリスチャンに なってきました。はい、キリストクリスチャンね。うん、なんでかというと、今回捕まってて留置所の中で聖書があって、まあ、ちっちゃなこんな分厚いやつじゃなくて、なんか短編っていうかちっちゃい聖書があって、それを留置所の中で今回こう、まあ、なんか漠然と読んでたんだけど、結構胸に刺さる言葉が 2、3 あって、で、ああ、なんか別に俺宗教とかもともと何にも興味ないし全然無知なんだけど、その聖書の中の言葉で胸に来るものが何個かあったんだよね。それでそしたらで、まあ出て、そしたら昨日だかおとといだかに駅前でなんかなんつうの、宗教の本とか配ってる人いるじゃん。で、パッてこう配られて、パッて見たら、それもなんか聖書だったんだよ。で、これ何ですかって言ったら、キリストの、イエス・キリストがの言葉の、なんか短編集ですみたいに言われて、で、ただただでもらって、それもバーって読んでて、結構面白くてさ、あれなんか、キリスト教っていうか、そのイエスの言葉ってなんか結構、俺の中でこう来る、なんか熱いものが来るなっていうのを感じて、それなんかこれもなんかのもしかしたら縁というかターニングポイントなのかなと思って、でちょっと教会を探して、でちょっとお話ししたいですってことで話をしに行って、ですごい結構長く長時間話をしてくれて、でなんか特別、本当はね洗礼、ちゃんとした洗礼を受けるのってまあなんか何ヶ月か経ったりとかしてからなんだけど、まあ俺の話を真剣に聞いてくれて、で久保さんだったら特別に今日正式な洗礼式をしてクリスチャンにしてあげますって言われて、だからさっき教会で洗礼式して、今日からちゃんと正式なクリスチャンになりましたね。はい、そのご報告です。はい、すごくない？俺がクリスチャンだよ。不良でギャングでクリスチャンで結構なかなかいないっしょ。まあそんな感じかな。だからこれから俺はイエスを神として生きるから。うん。そうだね。まあ何が、生活の何かがね、こう劇的に別に変わるわけでもないんだけど、まあ神か、もう心の中で神様としてイエスを信じて、これからはクリスチャンとして生きます。はい、そんな感じですね。はい、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けます。アーメン。主よ、あなたの御霊によって流されたキリストの血のゆえに、久保さんを新しい人として立ち上がらせてください。久保さんのすべての罪をキリストの十字架のゆえに許してください。清めてください。久保さん